皆様様様様、おはようございます。カズマルクスと申します。そしてご視聴ありがとうございます。今回はマリオカート8デラックスのレート部屋というか世界部屋やっていきたいと思います。今回のカスタムはですね、テレサのパタテンテンローラータイヤ紙飛行機でやっていきたいと思います。第1レース目 200cc チーズランドですね。まさかの 200cc だ。バッテリー少ねえじゃん。とりあえずアイテム取ってすぐケツつけて 200cc 得意なんで頑張ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ここで俺の実力発揮できなかったらな。さあしっかり後ろ投げといて、うん、ライン崩れたけどなんとか危なかった。でしっかり MP 貯めて、さあここからね、さあ話していきたいと思いマルクス、よろしくお願いします。そして朝の高評価、朝の高評価よろしくお願いします。でボム置いといて、一応食らうかな。よし食らわせてダブルで勝っていこう。よーし、こっから逃げていきたいと思います。でよかった、コイン持ってなかったけど、なんかしっかりこう UMT 貯めてメインツ、あーもうそこにバナナ置くなよ。せっかくインつけ、インというかさあ話したのにさ、あのバナナ1個のせいでちょっとさあ縮められたな。最高だな。後ろあんま、後ろアメリカ人の方来てるんですけど、でしっかりここでジャンプして、早い、まあまあ早い、うわー、でもこう空中で食らえるからなかなかいいんじゃないかな。よしで次、うんアイテムし持ってないから、ここきついんだよな。そこの赤コーラは本当に、あナイスだ。えこれアイテムじゃなくてコインしっかり取って、でキノコ得た、キノコ得たからここちょっと使っていきたいな。ちょっとマジでしっかり使って、でスーパー貯めて、いやまた3段か。でも後ろ回避いないな。でここはしっかりインついていきたいと思います。 OK、 しっかり2つ取って、ですぐケツつけます。 UMT 貯めていこっか。よし OK、 で左ドリフトすると早いんで、でちょっとバナナマジ怖いんで避けて、でしっかりジャンプして OK、 まあまあ早いんじゃないかこれ勝利。でしっかり、解放してスーパーしっかり貯めていこう。最後いけ伸びろ、よし OK。 1レース目から 200cc はちょっとさびっくりしたんだけど、今までだいたいミラーか 150cc なんですけど、録画は OK、 指差し確認して。いや危なかった。なかなか1レース目からね 200cc 来たけど白熱したんじゃないかなということで、今回はこの部屋でやっていきたいと思います。16000台が僕付近の方が結構いますね。さあ2レース目は 150cc の 2.64 ピーチサーキットやっていきたいと思います。もう11人ぐらい、もうほとんど方、僕含め11人以外、もうほとんど方がねこのピーチサーキットを選択されていましたね。もうやっぱ第二期コースということが一目瞭然と いたしましていうことでやっていきたいと思います。ちょっと落ち着いてね実況の方やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっと今撮ってるのがまあ1台で撮ったからコインしょうがないけど、ここしっかりについて UMT 貯めていきましょう。溜まったかな、溜まってない気がするんですけど、ここはショートカット、うん、この人も決めるのか。とりあえずアイテム取って、でまたか、なんで今、え、なんで防御系一つでも出て欲しかったんだけどな。とりあえずミニターボ解放して、そうだ今回のカスタム紙飛行機ってさっき言ったんですけど、スーパーじゃなくてゴールド回転したね。申し訳ございませんでした、嘘ついて。まあ気持ちを切り替えてやっていきたいと思います。でしっかりこのインをついて、しましま模様のところあそこインつきすぎるとダート噛むんですけど、まあ早いからいいでしょう。UMT 貯めて、で一回、あマジか、これちょっとブレーキして、オッケー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 、危なかった。ちょっとほんと一回嫌いなんだよな、ラインがおかしくなる。でしっかり避けて、ちょっとこれラインがばったんで危ねえ。で2つ封鎖しておきましょう。でインついてスーパーに開放して頑張っていきたいと思います。さあ今とこまだ結構1位で独走してる、できてる状態なんですけど、赤コーラ通過ナイス。一応これ裏に防御確定させておきましょう。テレサまだ来てないんで、てか今使ってるのはキングテレサだから子供が来そうな気がする。お母さんお母さんっつってね、え子供テレサがアイテム奪いに来そうな気がするけど、何なんだ今のって感じなんですけど、とりあえずしっかり、またイカかよマジ、ここイカやかなんだよな。まあ、とりあえず UMT 貯めて、もう一回スーパー貯めていこうか。よしでイカでもここのダッシュ版、大ジャンプ大でもないけど、まあ、ジャンプショートカットニスクを決めて、わースーパーたまってやのしくじったな。ここでカバーする、よし OK。 でしょ、カカオコーラ来たけど一応ここ交換しよっか。でコインの緑コーラなんですけど、まあ1位でしょここは。
しっかりスーパーカーして、よーし、オッケー、はい、ありがとうございました。録画も完璧のペキ。完璧のペキとか意味わかんねえよ。いや、待ってよ、本当にパタテンって、使いやすすぎんだけど、200cc 来た時にも、即対応できるのがパタテンテンの強みですね。で、150のノラでもある程度、しっかり強く走れてると。強くて、まあ、走りやすいと。いうことで、第3レース目も頑張っていきたいと思います。1位スタートだからもう空港を選ぶでしょ。空港か、まあ、リンメトが、もう2択になるんじゃないかな。続いてのコースは12分の9の確率で、サンシャイン空港かと思いきや、2人選んでましたね。リンリメトロイやっていきたいと思います。12分の2の確率ですね。なんていう確率で当たったんだって感じなんですけど。はい。よろしくお願いします、ルックス。大丈夫。スタートワッシュは今日は絶好調ですね。前回はミスりすぎてたんで。コイン出た。赤コーラ一人引かれてないから、ちょっと怖いんですけど。最初抜かれ、迷うんだけどな。赤コーラとりあえず俺じゃないから安心しました。すぐまたケツつけて。どうしよう、ここ。電車来てるから、まあ、とりあえず二つしっかり取っていきたいと思います。で、ダブル防御でかい。で、しっかり、危ねえ。ギリギリ。で、また交換しようかな。またね。インついて、赤コーラしっかり潰して。で、バナナの裏コインなんですけど、ちょっとコインが足りないで、ショートカット勢はいませんと。一応ここにも置いといて、で使って9枚にして、おめえ来た!ポーンと!はい、みんなー、さよなら楽しいんだけど。で、しっかり2つ取って。あ、逆だったらよかったんだけどな。逆だったら完璧だったんだけど。戦略的、あー。使ってアイテム取った方がよかったな。まあ、しゃあないな。で、電車危ない。電車避けて。で、イカここでダッシュ場で消せるのはでかい。後ろちょっとライン崩れそうじゃない?イカのせいで。さあさあ、楽しいな。ちょっと声がおかしくなってるんですけど。さあ、ここはほじっといて、EMT しっかり溜めて。わー、テレサ来たな。テレサじゃない。トゲ来たな。もう一回。さっきクラクションじゃなくて、ここで出てほしかったね。タイミングがほんと重要、アイテムの。まあ、でも、もう一発トゲ来ても、復帰できるから大丈夫かな。一応一枚取って、で、また一枚だけ交換して、ちょっとギリギリ。で、電車確か来る気がするけど、あ、来なかったわ。あ、来た。まあ、もう、あ、ボム一応置いといて、ドカーンと。でも、ここは1位なんじゃないか、後ろ来てるな。よし、なんか食らってた。ワリオの方食らって、1位安定でフィニッシュありがとうございました。楽しいんだけど、ちょっと待って。この部屋今、潜って、1パート目なんですけど、動画。続けて2パート目も撮ろうかなと。レートタイムもまあまあ近い方、近いんで、はい。じゃあ次の第4レース目やっていきたいと思います。楽しいな。正直のラスト、やっていこうかなと思います。150cc の 3DS パックンスライダーですね。よろしくお願いします。さっきのグラグラ火山をですね、もう荒れまくって、ダメだったんで、大丈夫。次のこのパックスライダーで挽回を狙っていきたいと思います。今スタートミスだから。ここアイテムは取れない。まあ誰でも取れない。あ、取れた!木の位置か。初手木の位置やったら、ほとんどある方アイテム持ってないから、ここ使うのありだな。いやー、使って、ここもアイテム取れた。でかい。今のあえて壁越した。からのからのだよ。から揚げから揚げ。前潰して、あ、1位出れた。なんかわからんけど1位出れた。いや、パックスライダーってあの水流に流れてるアイテム取るのが結構勝利の鍵になりそう。はい。で、ミドーニなんでここはほじっていきたいと思います。ただ後ろの方にアイテム見られてるんで、なるべくこれケツつけたくなかったんですけど。とりあえずミニターボで2枚取って、ここ1枚取って、うわ逆に、まあ、でも9枚だから、全然十分十分。ここで満タンにしていきましょう。で、ジャンプアクションして、で、右、左ドリフト、ジャンプアクションして、ちょっとラインが、あ、危ない危ない、オッケーオッケーオッケー。これ 200cc だったらほんと激ムズだからね。まあ、それでも無双しちゃうと。200cc ワンチャン当たってほしかったけどな、ここ。まあ、頑張ってやっていきたいと思います。ちょっとちきりますね。落ちたら元も来ない。危ねえ危ねえちょっと何個バナナ置いてんので、トゲ譲りしっかりして、いや、マジかよ全然できなかった。あ、でもなんか意外と抜かれてないな。あ、申し訳ない、赤子らって言ってた。いや、今の、せっかくあったらじゃあ止まんないで、普通に。進んでいて走っててよかったかもしれない。うわー、見てる怖い、見てる怖い。ここちょっと止まって蓋そろか。よし、オッケー。で、ブーメラ当たったんで、うわー、マジか。
これどうしようかな、すごい迷うんですけど、ここの直進で緑、ボム使って、だから誰かしら当たんじゃないか。いや逆に俺が当たりそう。危ない危ない危ない。 OK、 でアイテムしっかり取って、木野さんですね。ちょっとマジでせっかく1枚出てたんだけどな。うわ緑か、うーん、まあしょうがないしょうがない。木野市か、とりあえずなんとか上位には食い込みたいよね。もうラストレースマジ勝たせてくれよ、頼むよ。うわサンダー来た、サンダー来たけど、うわキノコ拾い食いできなかった。前アイテム後とかグライダー中だったら全然あったんですけど、全員アイテム前でサンダー食らってしまったんで、これしゃあないね。ここでアイテム重要、うん、緑か、お前何持ってんのかすごい重要なんですけど、使って。邪魔だよ、なんでそんな押すんだよ。とりあえずなんとか6位か。はい、ということですごいね、今回は荒れたレースだったんですけど、ご視聴ありがとうございました。ていうか俺が一番レート高かったね、気づいたけど。ということで皆さんもしよかったらね、また見たいと、そして楽しめましたら高評価、そしてチャンネル登録、ぜひ参加したいよという方はね、概要欄にフレンドコード書いてあるんで、そちらまでフレンド申請よろしくお願いします。ただフレンド申請する際はコメント欄で名前教えてください。はい、よろしくお願いします。それではカズマルクスでした。